また誘ってね。何かに使えそう。よし、やった。たまにはイメチェンもいいよね。何これ。さて始まりました、かっこいい技名選手権。実況は金城勇気が担当いたします。解説には前回王者星崎青さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてトップバッターは平原日和選手です。いきます。スーパーライトニングゲイボルグサンダー。ひたすら雷っぽい言葉を並べたこの作品、いかがでしょう星崎さん。シンプルながら強さを感じるいい技だと思いますよ。では次はウツボココロ選手です。いきます。必殺ココロアタック。これは可愛らしいですね。味代もむしろ味と言えるでしょう。では次は久野キララ選手。いきます。星は空、穴は地、我すべてを砕くもの、聖火流奥義、真天地快楽。これは久野選手の真骨頂ともいえる純和風な仕上がりですね。そうですね、さすが今大会優勝候補と言えるでしょう。次は金城勇気選手お願いします。え、私もやるの？俺にこの技を使わせるなよな。ノリノリじゃん。さて選手すべて出揃いました。星崎さん判定をお願いします。優勝は平原日和。やったー。やっぱシンプルに強い単語並べるのが一番強いよ。そうかな。思いついた言葉並べただけだったんだけど、お姉ちゃんに自慢しようっと。果たしてミオさんには伝わるのだろうか。ところで前回優勝者によるセレモニー技はないのか。欲しがり屋さんだな。行くよ。リデンプション。あ、皆さんそろそろ休憩に。
ひよりさん、うん、よし。そうだな、よし、いいね、うん、うへへ。
うんうん。材料は揃ってるかな？何を作ろうかな？作れそうなものは。何しようかな。卵を混ぜるときは白身を切るように。そうそう、上手。ひな子、上達が早いね。私の教えることすぐになくなっちゃいそう。まさか。それに私の上達が早いって言うなら、それは志保の教え方がうまいんだと思うよ。
次は人参を一口大に切って。日和さん、ストップ。え？包丁を使うときは猫の手ですよ。あ、そうだった、ごめんなさい。こちらこそごめんなさい、つい大きな声を出してしまって。ううん、だって心配してくれたんだよね。ありがとう、しほちゃん。しほさん、みんなの手元をチェックしながら自分の料理も着々と進めてる。すごい。って感動してる場合じゃない。しほさん、これ次はどうすればいい？あ、それはですね、では皆さん手を合わせていただきます。おお、ひなこちゃんのオムライス、卵ふわとろ。ひよりさんのカレーもめっちゃうまだよ。お肉も人参もゴロゴロ大きくて幸せ。うん、しほの肉じゃがも美味しいよ。優しい味がするね。ありがとう。ねえねえ、あおちゃん、あおちゃんはどのお料理が一番美味しかった？え？迷うな。でも強いて一つに決めるとするなら、しほさんの肉じゃがかな。ひなこさんも言っていたけど、優しくってお母さんの味って感じがするんだよね。お母さんですか？あ、ごめん、嫌だった。いえいえ、そんなことないですよ。私にとっては褒め言葉です。ありがとう、星崎さん。でもでも、やっぱりどのお料理もすっごく美味しかったよ。私もそう思います。皆さんが頑張ってくれたおかげですね。それと、しほちゃんが教えてくれたおかげね。そうだね、よかったらまた教えてよ。私でよければいくらでも。話さないでよね。星崎さん？
ありがとう。え？そうね。次はいつ行く？よし。取っておこう。
そうだ。なんで？そうだな。
行きましょう。
今から食事の用意をするのだけど、もし暇なら手伝ってくれない？うん、手伝うよ。ありがとう。早速作業室へ向かいましょうか。これは炒めるとして、この材料は煮ても美味しいのかしら？あ、それは煮ると甘くてホクホクな感じになるよ。なるほど、日和が好きそうね。多めに煮ておこう。やっぱりいいお姉さんだな。日和さんのことをいつも考えてて。まあ、いい姉でいたいとは思ってる。一度あの子を傷つけてしまったことがあるから。そうなの？てっきりずっと仲良しなのかと思ってた。仲良しにもいろいろあるということ、見かけだけで判断しちゃダメよ。と、手が止まっていたわね。続きを進みましょう。はーい。大人っぽくて頭も良くて優しい、ミオさんみたいなお姉さんがいたらきっと誇らしいんだろうなと私は思う。そんなミオさんが日和さんを傷つけるようなことがあったなんて信じられない。それともそんな出来事があったから今のミオさんがあるのかな。あれ、お姉ちゃん料理中？日和、ちょうどよかった。ご飯何食べたい？そうだなあ、って、私だけが食べるんじゃないんだから私に合わせなくていいの。せっかく青ちゃんがいるんだから青ちゃんの好みも参考にしてみたらどうかな。そうね。まあお姉ちゃんのご飯は何でも美味しいからどれも外さないと思うけどね。そう、わかりやす。本当に日和さんが第一なんだな。あんなに悲しんだり喜んだり、案外子供っぽい部分もあるのかも。いつか私もミオさんにあんな顔をさせてみたいな。ね、
ありがとう。いいね。よし。え？ちょ。よし。よし。それって、よし。うん。
しかったね。行きましょう。大丈夫よ。いいわね。やるわね。そうだ。
またね。行きましょう。ミオさん。そうね。そうだな。Thank you.
メ。よし。え、決めたわ。いいね。楽しかったわよ。あなたのこと、もっと知りたいわ。たまにはイメチェンもいいよね。どんな服がいいかな。
どこへ連れてってくれるの？楽しかったわよ。よし。